一行書、特製フリモン東京国立博物館、北島幸山元読10年売る2月14日は、江戸時代前期の書家、陽明学者、大爆像などから文兆名の書法を学び、空用の書風の基礎を築いた。名は3リッター、雪山、雪山、花院、蘭院、家計石、蘭院律、乱等と合した。日後の人、北島幸山寛永13年、 日後熊本藩の十位、北島隆志宅の次男として生まれる。北島家は、文国十の大友一族志賀農協を祖に持ち代々三リッターと名乗った。宗宅は、その十八代目にあたり、孔子豪村基地に従した。やがて、加藤家の寺院を務めたが、加藤家が改役されてしまい、その後は、細川家の範囲となった。幼い頃に、 日蓮宗名英テラ十字の日衆商により書と、藩主の許可を得て、父と共にたびたび長崎に留学。大幕像の行聞き定前、独立聖液即避除一や、受舎湯立徳に影響を受け、文長名や長毛布の処方を習得した。後に、長随との処風を加える。またいよいよ立徳に指示して、陽明学を収めた。漢文四年、熊本藩の樹医として士官。 漢文7年には、藩主、細川津成に命ぜられて、肥後国軍一等史編纂に従事。これは、江戸時代の最も早い知史で、中世の肥後を研究する上で貴重な資料となっている。漢文10年、江戸幕府による、遠方5年、江戸に出て、初夏、陽明学者として知られるようになる。とりわけ殻用の書風は、評判となり、雪山流を起こした。 後に唐陽を江戸に広めた、細い光沢などが門人となっている。また林画法、木下淳安、見浦の優良書樹と川田。雪山は合法来落で、大守護、気候が多く、県政を嫌った。友のよもぎ県、金世基人伝巻後にも取り上げられている。これによると貧窮で雨漏りがする、家の天井にたらいを吊るし、その下で書を行っていたという。 またある時大衆より、中国で学児を作るための草案として、大技の記号を依頼されたが、大筆を所有せずすだれのかやを持って、筆としたという。元六十年うるう月十四日、長崎丸山に没する。長崎広志大寺に埋葬される。森仙蔵、偉人歴続編上、中高文庫、1997年、112p。三村武清。 金世農書伝二見書九1944年 10P。友野よもぎ形、金世基人伝有りとも堂、文庫、1914年389から 390P。没年は、元六十一年節もある。三村武清、金世農書伝二見書坊、1930年 20P。ありがとうございます。